はいどうもファンネルです。モンスターハンターライズサンブレイク続きをやっていきます。では今回緊急クエストルナガローンをやっていきたいと思います。はい、特別なクエスト暁に吠える兵糧をやっていきましょう。これ場所は城塞ですね。さあ行きましょう。ちょっと私まだ城塞の方はねよく分かっておりませんので、マップの方じゃあお食事していきます。じゃあいつもの体験団子を注文していきます。さあお願いします。さあズバズバズバッと切ってもらって、この丸に成形してるタイミングはいつかよくわかんないんだけどね。はい、いただきます。この手邪魔だな手の装備外さないとやばいよねこれ。絶対いろんなとこ殴っちゃうよこれ。ごちそうさまでした。いやー、じゃあ行きます。今回はあれか、フィオレーネも一緒に来てくれんのかな。フィオレーネいてくれれば、他の大型モンスターいるかな。操流をしたいんだが、怠慢になるのか。もうフィオレーネがいる時点で怠慢とは言えないんだけど、どうなってくるのか。漏れ出る光はかすか。闇の中、方向は続く。雰囲気あるね。歩みは止むことなく、その身のすべてを研ぎ澄まし、いよいよだ、雲を分け、月は姿を現し、地を山を銀行が降り注ぐ。踊り駆け出し、湧き出る力に震え、歓喜の方向に真なる姿をさらけ出す。兵糧流ルナガローン。なんかやばくなってない大丈夫これさ、月隠しちゃえば大丈夫とかなのかな。っていうかあれ、夜じゃなくね。いざ予感、夜じゃないならあいつ戦ってる間に夜になるパターンとかじゃねえよな。空がおかしいぞみたいなこと言って、上を見ろ言われて上見たら急にこうね暗くなって月が顔を出してみたいな演出を期待する。あ、待ってね、演出を期待するの前にちょっと、どうすかな、どのルート行って、右側にガスガエルと、あでも左12番のとこにお肉靴と眠りガスガエルがいるから、ちょっと待ってよ。標的は大域参考ルナガロンだ。あ、ベリオロスもいますね。借りを返してやろう、借りを返してやろうって言っても、そこまで痛い目にあったわけでもなかった記憶がありますが、ちょっと待ってね、詳細マップちょっと行くとカエルちゃんがいるんだが、どこにいるんだろう。あれ、この辺に、待ってね、カエルがいたはずなんだが、下か。ちょっとフィオレーネ頑張ってて。あ、いたいた、ここだ。これは何ガスガエルだ、ボムガスガエルだ。で、ボムガスガエルいて、で、私は、ごめん、待って、12番に行きたい。12番行って、12番の崖上かな、いろいろあるのが。よいしょ。ちょ。で、ごめんなさい、もう一回マップ。まあ、この画面でもいいか。後ろ側にお肉靴がいるはず。結構見つけづらいんだけどね。いたいた。お肉靴ちゃんいました。でですね、この方角か、この方角に眠りガスガエルっぽいのがいるはずなんだが、上だな。よいしょ、やべ、だいぶ打点が低かったこれは。えい、よいしょ、いるかい、ここに眠りガス。待てよ、違うな、もうちょっと後ろだ。あ、いたいたいた。
眠りガスガエル。まさか眠り無効とかじゃねえよな。で、待って、炎炎区の場所も。炎炎区は、お、やべ、なんだっけ。ペリオロスいるとこにいそうちゃい、なんか、いろいろ固まっててわかんねえな。ごめんなさい、任せてください。2番の上行くか。2番の上に行って。よいしょ、2番の上というか、私もう2番にいるのか。広い割に大型モンスター2匹しかいないのは、これは総流が大変だっちゅうことだな。なかなか使えませんね。そして全然人玉取りを集めてない私、これは厳しい戦いになってしまう。ちゃんと集めていきたい。ちょっと待ってね、いいものを見つけましたにゃ。なんか吠えてるね。今のはルナガロンが吠えたのかな。そう、普通に歩いてる。ちょっと喉やばい、失礼。普通に歩いてるだけではもしかしたら人玉取りが集まらんかもしれん。ちょっと飛びますね。待ってね、こっちもうちょいでベリオロスエリアに行くんだが。油断せずに進もう。了解。油断は別にしてるつもりはないが、あ、待ってよ。ちょっと待ってね。この辺は、この辺は意外とねえな、ほんとに。よいしょ、人玉取りちゃん。ん、偵察隊の気配がすると。ここ虫セットしとくか。よいしょ。虫セットするところというか、で、移動するとなんか面白いエリア行けたりするんで、ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。何を考えている。ごめんごめん、君を攻撃するつもりではなかったんだよ。あ、後ろにルナガロン来たから、もうやってくか、めんどくさいから。あんまり時間かけすぎんのもね、しょうがねえから。そんなことしても、待って、かけり虫取って、ベリオロスどっか行くなよお前。よいしょ、狩猟開始だ。狩猟開始で、これは雪石かな。雪石ゲットして、では向かっていきます。雪石ぶっぱするか。見えた、ルナガロンちゃん。今回の標的には謎が多い。油断なく行こう。油断なく行きたいんですが。よいしょ、ルナガロン。よいしょ、ちょ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 、お前ら、お俺の間でやるの、そういうの。もう総流、こいつどんな攻撃した。今ルナガロン、ベリオロスが一瞬で総流状態に。いや、この狭いところでやりたくねえ。自ら狭いところに行ってるんだが、私が。ちょっと待ってね。よいしょ、よし、いける、ボディープレスだ。いで、やっちまえベリオロス。ちょっと待ってね、避けて、ベリオロスいっちまえ。よいしょ、今のなぜ当たったかよく分かりませんが、ちょっと待って、なんかうまいこといかねえ。よし、えい。これはもったいない動きをしてしまったな。もうちょっとうまく立ち回れたような気もするが。よし、尻尾を狙う。多分尻尾破壊できそう。でも弱点ではないから、尻尾が。ということはちょっと向きを変えて、よいしょ、あ、ダメージ引く。ん、あいつなんであっちの方行った。これは移動したのか、それとも元々がエリア移動になっちゃったのか、叩きすぎて。めっちゃルナガロンの落とし物ある。お、どうした?私にまだ気づいていないのか?いや!その首もらい受ける。雪石転がし!いで!まあ、まだ本気出してこないんじゃない?きっとこのルナガロン。なんかそんな気がする。ちょっと待ってね。よいしょ。こっち来い。よいしょ、えい。所詮ただの獣よ。よいしょ、あ、やべ、そうだ、フィオレーネの武器私ランスにしてたかな。あ、違う、片手剣になってるか。よいしょ、よいしょ、オッケー、いいの当たった。で、ボムガスを使いたいけど、ウォン、ちょっとやばかったら私逃げますんで、ここのエリアちょっとやりにくそう。
声でけえな。何それ、今何だった。あ、こいつ二足歩行になってる。はい、ボムガスガエルセットして、えい、こいつのせいで。よし、いいぞ、乱射確実にここで倒す。 OK、 倒せんのかな。よし、最大チャージ当たれ。 OK、 いいの入った。900、眠りガスガエル使いたい。大社跡にやり合った時より凶暴になっているな。なぜだ、なぜ凶暴になっている。ちょっと待ってね、せっかく逃げてくれたので回収できるアイテムをまた、あ、しびれガスガエル左下いますね。あとできればお肉靴を拾っていきたいんだ。お肉靴あれば意外と相手ダウンさせられるので。いたいた、しびれガスガエル、共にクエストを成功させよう。フィオレーネはいてくれてこう心強いね。やっぱりこうね、あのセリフも励ましてくれるのが多いので。クグツチワン、じゃあ待てよ、ちょっと難しいか、位置的にまだよく理解してねえからな、この城塞跡というか。これはこれ何、ジオード、1回は取ってんのかな。でよいしょ、これさ、ここ虹色の人玉取りなんかいるといいんだけどね。ゲーミング鳥ってなんか言われてるらしいですけど、一部傀儡ではゲーミング鳥いてほしかったな。んで、お、ここいっぱいあれありそう、人玉取り、草むらがあるから。ちょっと待ってね、ガルクの操作がむずい。よいしょよいしょ、蜂蜜取って、で私が取りたいのはお肉靴はさらに上の方ですね。これもしかしてあれか、大掛け虫だけ使わないといけないとこにいるとかか、もしかして。なんかそんな気すんな、いけないよねこれ。ちょっとごめんね、こっちから行ってみっか。あ、でもいけるか、あ、なんか穴がある、穴があったら入りたい。ちょっと待ってね、ここはなんだ。あ、でも行き止まりだな、なんかぶっ壊して進めるようになるとかじゃないか。よし、アルティマ結晶で、この上行ってみたいんだわ。いけるよね多分、だいぶ山登りになりますが。えい、延々食いた。しまって、延々食いるから取ってこう。延々食ゲットして、さらに上っぽいんだよな。詳細マップ見ます、こっちか。でもいいよてい、あー、私覚えてんな、ここ動画内じゃないと思うけど、ここの上に確かお肉靴いた気がする。ちょっと待ってね、いた、よし取りました。じゃあ行きますか、まあ、こうやってあの時間無駄にしてるように一見見えますが、あのなんだっけ、また総流のクールタイムを私稼いでますんで。なんか矢印変なの出てたな今。そうか、大掛け虫って今回あれなの、てか今まで知らなかったけど、今ミニマップでどこに移動するよって出るんだ、左下。すげえな、こんなの気づかなかったな、まあ、気づかなかったけど別にいいでしょう。ちょっと待ってね、ごめん、何回も見るよ。6番のとこにいる、あれは眠りガスガエルだと思われるのを取っていきたいと思います。ルナガロン下に行ったか、あれ出てきたな、ベリオロスのとこに行ったっぽい。周囲に大型モンスターはいないが、よいしょ、念のため警戒しておこう。このセリフはなんか怖いんだけど、急に出てくるとかねえよな。よいしょ、ここに、この辺じゃねえのかな、眠りガスガエル。ちょっと待ってね、もうちょっと上だな、この辺になってんだけど、上行けないよね。つもりはちょっと下か、これ。ここはでも待てよ、降りるのどうすんだ。さあ骨を拾って、こっちから行ってみっか。ちょっと待てよ、飛んで、よいしょ、んでも無理か、ここにいるのか、もしかして。よいしょ、のぼて、
これ何？よいしょ。ちょっと行かないんだけど。待ってね、かけり虫ゲージが溜まってから。よいしょ。えい。登って。よいしょ、入る。OK。ここは宝石掘り場。あ、眠りガスここにと思ったら違うな。位置的にはこっちの奥だが、ごめんね、あの探検してる場合じゃねえとは思うんだけど、眠りガスガエルあの上か。よし、じゃあ登ろう。フィオレーネすげえ声出してる。よいしょ。でよいしょ、さらに登って、よいしょ。あら、ちょ頑張って。よし、あら、いつ何が起こるかわからない。ここもなんかあるな。え、小目かあったこれ。こう何ここ。詳細マップごめん、眠りガスを探してるだけなんだかな。なんかわけのわかんないところにたどり着いております。私竜殺しとって、いやマップわかんねえのきっついな本当に。やっぱりなんかある、おごそかな収納箱。王庫の調度品かな。よいしょ。でガツン。さすがにここにいいんだろう、眠りガスガエル。さてさて、どこにいるかわかんないけど、よし拾って。ここ大かけり虫か、設置できるとこじゃないのかこれ。違う、音も偵察隊だ。ベリオロスが見えます。ちょっとごめんなさい、詳細マップ、全然眠りガスガエルのとこ全然違うわ。どこ？ん？なんかちっちゃい穴ある。さすがに行けねえか。え、どこだろう。これは諦めた方が良さそうですね。よいしょ。ちょっとお時間いただきましたが諦めます。でまだ秒針が全然、あ、こいつと戦ってる場合じゃねえんだな、ごめん。送流ができないんだから一旦逃げて、まあ人玉取りはだいぶ集まったので、ルナガロンちゃんとじゃあやってきますか、このアイテムだけでね。でこっちから行って小村町をいただいて、お、いいフィールドだね。なんか移動しちゃいそうだけど、なんで吠えたんだあいつ。あ、移動した、ちょっと待って。くそ、やろう、こっちを嘲笑ってるかのような動きを。じゃあ円エンク取っていきますか。あれ、円エンクでもいるか。あ、いるからいんねえか。そのうちベリオロスがあのいなくなりましたってなって違うやつ来ると思うんで、さてさて、私の方ももう長いこと戦闘してないんでフィールド探索も飽きてまいりました。戦っていきましょう。なんか狭いエリアっぽいな、やだな。どうしてもね、事故率上がるよね狭いエリア。待ってね、もう一回ホムラ町取って、あ、ここでもぶつけるとこあるな。よいしょ、お肉靴いるからぶつけていきますか。外したし、めちゃくちゃ外した。お肉靴の外し率めちゃくちゃ異常なんだよね。まあ私が下手くそなだけなんだけど、大丈夫か、あのフィオレンネ今すげえ声出したぞ。避けていて、おお、びっくりした、ちょっと。まだバトんねえだろお前ら。え、もうバトるの。あ、しまった、虫取ってからやりたかったな、この送流範囲がね。確かね、この送流もなんだっけ、私今 A ボタンを押すだけで送流になりますけど、ちょっと操作方法を変えることができたはずなので、だから間違ってね、あのアイテム取る前に送流しちゃう人はちょっとその辺ボタン設定変えるのもありなのかなと思ったりもします。避けて、めっちゃ吠えてる、私には効かんよ。
よいしょ。で、超攻撃。ドン。で、必殺技。これもしかして2匹しかいないから、総流のクールタイムが短くなってんのかな？そういうパターン？そうだといいのだが。よいしょ。えい。えい。リノ入った、また。ちょっとやばい。ちょっと回復しとこう。ここは戦いたくねえ。よし。しびれガスガエルセット。しびれろ。よし、いいぞ。よいしょ。私までしびれてはしょうがないんだが。大丈夫だね。最大チャージ。よいしょ、OK。よし。では、もう一丁新タメを当てて。そうね。よいしょ。えい。いやー。OK。離脱して、ちょっと待ってね、これ回復しないとまずいね。お、お供がやってくれてる。じゃあ眠りガスガエルセットして、こっちだぞ。よし、よし、眠った。ここでコタル爆弾がある人は、あの例のコタメ新タメ、コタメじゃねえ、コタル新タメ切りみたいなの使えると思うんだけど、私はまだできないので、えい、よいしょ、新タメまでやってみよう。よいしょ、よいしょ、オッケー、入った。これは離脱しないとやばいかもしれない。よいしょ、うおーん。あ、罠を仕掛けてくれた。ちょっと待ってね、落ちた。いいぞよいしょ、いけるいける。よいしょ、新タメが今回めちゃくちゃ入るね。いいよ、ルナガロンがかわいそうだ。でもここ攻め、本当にこれでお肉グッズあればさらにダウン取れるんだけど、そういう贅沢は言いませんか。よいしょ、こいつどっか行ったら、あ、どっか行ったわ。よし、何か悪い予感がする。悪い予感、ちょっと待って、これもしかしてあいつてか時間かけすぎるとあれか、夜になって本当に強くなっちゃうんかな。待って、詳細マップ見て追っかけた方がいいのかな。何の音、あの抑留が狙ってたか。私お肉グッズ欲しいんだけど、お肉グッズでもね、12番の方行かねえといねえから、厄介だな。また戦っていくか。待って、一旦モンシロ取って、いや別に強化されてる感ないよね。外しちゃった、外しちゃった。なんだ、本気モードか。雪しころがし取ったから、危ない。なんだなんだ、そうなの、これブレス。よいしょ、雪石転がしアタック、ガブガブ。お、使った、ナイス、フィオレーネ。よいしょ、あとどれぐらい戦えばいいんだこいつと。やべ、切れ味ゲージそういえばやばくなってたな。ライデンおいで。じゃあアマテラスだ、ごめん、名前間違えたら怒られちゃうね。よいしょ、えい、よいしょ。こいつまだ見えてないか。うわー、これはチャンス。最大チャージ。よいしょ、離脱。これ本気モードね。本気モードはちょっとやばいかもしれない。お、なんだ、カメラがめっちゃ動いたな。軸合わせちゃいけないかも。痛い、お肉食べれない。よいしょ、よいしょ、キー。よいしょ、動きがまだ全然分かっておりませんよ。やばそうまあこの手の何大型モンスターって動き早いよね。よいしょ、離脱離脱。こいつ自体ももうそういえば総流状態になるかな、そろそろ。でも総流する手立てがねえな。いで、離脱。回復して、疲れてくれるとありがたいんだがな。どうした、フィオレーネ、なんかあさっての方向に攻撃してたぞ。避ける。よいしょ、
でもなんかめちゃくちゃ弱点属性になってんな。弱点属性というか弱点部位。怖い。よいしょ。当たらない。いいぞ。よいしょ。懐に転がった方がいいパターンが結構ありますね。いない。回復。あ、ナイス。粉塵かなんか使ってくれた。よっ、てい、外す。行くぜ。よいしょ。 V 破壊、尻尾破壊できた。切ります。え、全然見えない。ちょっと荒ぶりすぎてますね。荒ぶってる割にあの一発の重いのがねえなと思ったらめちゃくちゃ食らった。ごめん。回復。さあ、あいつも疲れておりますね。状態戻ったかな。状態が戻ったんであれば、どこ行った。よいしょ。ごめん半蔵。よし、追いかけたいが、ちょっと待ってね、また揃えてこよう。せっかくいいタイミング。毒ガスガエル取ってこよう。毒ガスガエルは私結構なんか状態以上になってたっぽいんだけど、何の状態以上になってたんだろう。上のアイコンまでちょっと気にしてる。時間がなかったからな。共にクエストを成功させよう。了解でございます。こちらに毒ガスガエルがいるはずです。いたいた。あ、ベリオロスに気づかれちゃった。ちょっと逃げよう。お前と戦う気はない。お前ももうそろそろどっか行けや。もういいだろう。別のモンスターに変わってくれると総流ができるんだ。あ、ロクロヘビ。よし。あれ、ついてきてない。ついてこなくていいんだけど。はい、取りました。ここでじゃあマップ見て、あ、お肉靴がいますね。12万とこね。1回目取ったとこだね。復活してます。ちょっと待ってね。ガツン。まあ1回メインキャンプ戻ってもいいんだけどね。別に何か私縛りプレイやってるわけでもないので。よいしょ。お肉靴取りました。このまままっすぐ行けばここにもいるのか。眠りガス多分。ちょっと待ってね。これはただの花。待てよ。もうちょっと先、もうちょっと先。よいしょ。あれだ、眠りガスガエル。ちょっと待てよ。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹。あ、いっぱいになっちゃった。じゃあよいしょ。ベリオロスがちょうどルナガロンのとこ行きますね。一回行ってみましょうか。バトリはしないと思うが、ちょっと待ってね。飛んで、よいしょ。アタック。あ、毒ガスガエルいる。炎炎区ちょっと使っちゃうか。待ってね、どうせ使う必要はねえんで、まあ、また取ってくればいいんで。よし、毒ガスガエル取った。あ、ルナガロン移動してきた。やっぱダメだな、まだ。おお、後ろいたわ。後ろから来やがったこいつ。さあ、かかってこい。こっち来い、こっち。やべ、強化状態になった。よっ、外した。じゃあ毒ガスガエルぶっぱしますか。待ってね。ぽい。よいしょ、よいしょ。毒れ、毒れや。毒ったね。よし、毒ったから、ロクロクヘビちょっとやっとく。いや、ちょっと早いか。お肉靴当てて、こっち来い。えい、よし、オッケー。切りましょう。よし、からくりくじが発生している。強化太鼓、えいえい。よし、太鼓叩いてくれ。少し待っていてくれ。めっちゃ時間かかってんの、太鼓。 OK、 ナイス。強化太鼓成功です。少し待ってくれってことは、待て。こんなタイミングでフィオレーネがどっか行きやがった。まあでも多分総流来た。早い。ナイス、フィオレーネ。じゃあ私はロクロヘビだけ発生しときますか。いや、今はそのタイミングではない。ちょっと様子見ましょう。
ちょっとアクションするか。武器構え。ギデンと一緒であれば。あ、やべ、待って、調子乗ってる。失敗する気がしないな。失敗してないんだよね、大丈夫だよね。よし、ダウンした。了解。それって私やっていいのかい？ピオレーの大技は？お前のそれなんか言えや、あの大技使うぞみたいな。あ、これだ、大技。はい、ナイス。よし、じゃあ切ります。よいしょ、最大チャージ。よっしゃ、よいしょ、オッケー。今とんでもねえダメージ入ってる。いでー。よし、氷状態になってますね。じゃあここで半蔵待ってね。ロクロヘビ、ちょうるさ。どっか行けベリオロス。どっか行ってくれ。吠えてる吠えてる。あ、これ毒の木だ。毒の木って叩くとあれかな。違う、モンスターがぶつかるとあれなのか。毒の樹液が落ちてくるのかな。ちょっと待ってね。でも私どうせ毒ガスガエル持ってるんで一回回復します。ビーム打ってこなきゃ大丈夫。あ、でも毒エリアになってるか、ここ。えい、こっちだぜモンスター。急に動きがピタッと止まったよこいつ。そうね、毒。あ、どっか行く。ちょっと失礼。私の喉も限界を迎えようとしております。ちょっと失礼。さあ、ではどっか行ったので、鴨志原市取るか。ちょっとごめん、水分補給します。はい、すいません、失礼しました。水分補給させていただきました。それにしてもまだちょっとね、喉やばいですけど、ちょっとご了承ください。待て、鴨志原氏がこの上にいるっぽいんで、いいよ。キラキラキラーンとして、いたいた。はい、鴨志原氏ゲット。あれは特産品だよね、これ。よいしょ。もういよいよ、いよいよというか、そろそろ瀕死になりそうなもんだけどな。結構粘るね、ルナガロン。ちょっ、挟まる。眠りガスガエルを使っていきますか。よいしょ。どうした、 なぜダウンした。なんかいいの入ったみたい。いいの入ったし、私の喉にも何かいいのがまた入ってますね。よいしょ、新ため、ミスった。おお、なんかベリオロス来た。お前ら仲いいな。ちょっと待ってね。あ、疲れてる。よいしょ、えい。さあ、切って切って切りまくれ。多分もうさすがに本当にすぐ瀕死アイコンつくと思いますよ。じゃないと私もしんどいからね。よいしょ、ギャーン。オッケー。この攻撃は何なんだ。よいしょ、ガーン。ルナガロンはまだ2回目乗ってないもんね。っていうか1回も乗ってないか。危ない。どうだったかな、覚えてないな。よいしょ、痛い。さあ、では叩き切る。よいしょ、ちょっと危ないかも。了解。あれどんだけのダメージ入んだろうな。よいしょ、えい。ちょっとジャンプ攻撃を加えて、できればなんだっけ、総流状態に持ってきたい。眠りガスガエルを使っちゃってもいいんだが、こいつ今結構元気だから多分逃げちゃうな。いけるかい。よいしょ、当たったけど。あ、瀕死アイコンついた。いいよ。こいつって巣あんのかな。どっかで寝るかね。寝てくれれば、あの叩き切って起きたタイミングでまた眠りガスガエルで眠らせるっちゅう荒技も使えるんだが、
いで。ちょっと回復しないと。よいしょ。あ、カモシワラシ、そうだった。忘れてた。じゃしんじゃしんじゃしんと。えい。よし、2月。さあ、かかってこい。どうせ引きずって逃げるんだろ。そうだね。ふらついてるぜ。よいしょ、追っかけて。結局ベリオロス以外の大型モンスター来ませんでしたね。どうせなら追い打ちできるように何かアイテム取っていくか。左側、あ、てかクグツチグモいるじゃん。取れるかわかんねえけど、この上か。よいしょ。いつ何が起こるかわからない。あ、でもルナガロン、そっか、ね、寝ちゃうんだから、こんな調子乗ってる場合ではねえのか。クグツチ、待ってね、ここの下か。これなんだ。あ、でも違うな。これは価値がありそうだ。これすげえ、ムーンドロップ。あ、違う違う、今いらない、今いらない、待ってね。ちょ、いらないな。どうしようなんか落とす方法なかったっけ。いらないんだがいらないんだが、ちょっといらないな。待ってね、剣も触れない。Y ボタンだとアイテム使っちゃうでしょ。あ、置ける、大丈夫だ。ごめん、ちょっとビビっちゃった。よし、ルナガロンのとこに行きますか。クグツチグモの場所が分かんねえから。さあ行きます。あれ、地下どうやって行くんだ。よいしょ、地下に参りたいと思います。あ、ひし転がしいるわ、ちょうどいい。ここってもしかして地下への道じゃねえのか。ちょっとごめんね。こっち行って、あ、下に、左側に洞窟入れるとこあんのか。どこだ、ちょい待ちね。待って、落とし物拾って、落とし物拾って。起きちゃうかな、あいつ。そもそも寝てんのか。寝ててくれれば。あ、起きてる起きてる。まあ起きてて欲しかったわけではないんだが。よっ、えい。じゃあ、ひし転がしぶっ放して、えい、外した、大丈夫、まだ投げてなかったね。よし、いいぞ。で、眠りガスガエル発生、いい感じ。寝とけ。あ、ピオレーネも寝ちゃう。てか寝ねえし、こいつピオレーネだけが寝ちゃってるよごめんごめんすまねえ、やっちまったなこれ。離脱、よし、えい、いや、じゃあここはガチバトルですね、やるしかねえ。よいしょ、離脱、よいしょ、ていや、幸いにして手が弱点だから手を狙っていきたい。アマテラス、よっ、てい、見えない見えない、ごめん、画面失礼失礼。切るよ、よいしょ。まあ地道にやっていくしかねえな。新ため当てたいけど、回復して、よし、弱りが見えてる、知ってんだけど。よいしょ、どうせだから、そっか、落とし穴とか使っちまうか。あの、捕獲は別として、よいしょ、セットして、さあ来い。おお、あ、落ちた、オッケー。これで新タメ当てれりゃ俺の勝ちだろう。よいしょ、よいしょ、 OK、 決まった。ちょっと新タメのタメ状態ミスったような気もするが、お疲れ様。ちょっとお時間かけすぎましたね。まあ、あのアイテムとかね、回収すれば結構今回別に HP 的にはピンチになってはいないので、しっかり、なんだっけ、クグツチグモは結局取れなかったけど、まあ、鬼クグツ、しびれガスガエル、眠りガスガエルなどなど取ってぶち込んでいけば、
別に怖い相手ではないということが分かりました。まあ、私嫌いなのはね、あのオロミドロとかのがめちゃくちゃ苦手なので、こいつはそんなに今んとこ苦手意識ないかな。まあ、もしかしたらこのストーリーの緊急クエストなのでまだ本気出してないだけかもしれないですけど、こいつが。フィオレーネありがとうね。ハイタッチとかしたいけどね。お見事。そちらこそ。よし。さあこれで、なんだっけ、マスターランク4に移れますね。すごいね。すごいでしょ。まったく、私たちの帰りを待てなかったのか。別に君たちの能力を疑ってるわけじゃないんだよ。かといって黙って家宝を待つっていうのもね。ああなってしまっては止められん。あとは報告を待つとしよう。そうだね。任せる。一応話は聞こえてんだね。何の気配？お、あのコウモリだね。バハリ、調査は中断だ。どうして？中断だ。なんか来るぞ。こいつ何？あ、そうか、これがメルゼナか。急げ！持ってけ持ってけ。早くしろ！急いでくれ。絶対時間かかる。さあ私が時間を稼ぐ。あ、これダメだな、きっと。ちょっと無理すんな、フィオレーネ。何の炎？剣が。これはまずいね。いいダメージもらっちゃったよ。助太刀いたす。あらら、なんか吸い取ってんなこれ。吸い取り終わったな、これきっと。痛そう。大丈夫だ。剣。めちゃくちゃお腹痛そうだね。超強めの腹パンみたいなもんだもんね。いやでも腹パンでもないから、なんか地面のなんかビームみたいなのもらってたもんね。ボコボコボコっていうのね。んで、はい、ルナガロン報酬ゲットして、さあ戻りましょう。まあでもあれでなんとなく分かったことあるんじゃない？なんかみんなあのコウモリ見てたもんね。まあ、コウモリなのかちょっと分かんないけど。じゃあ次こそはメルゼナか。はい、メルゼナによる被害の報告を。ファンネルとフィオレーネがメルゼナを引きつけてくれたおかげで調査隊員は被害なしです。だけどフィオレーネ、君怪我しただろ。大丈夫なのかい？
提督に叱られないよう命に危険が及ばないレベルで挑んだが不覚を取ってしまったな。まあ軽傷だし痛みも引いた、任務の続行に支障はない。これ本当かな、うん、ならばよし、ファンネル殿も無事で何よりだった。では本題だ。メルゼナがついに現れた。大域生物の拡大を阻止するため一刻も早く討伐せねばならん。待ってください提督、俺は今の時点でメルゼナを撃つことに反対します。キュリアか。ええ、今回の異変、すべての始まりは大域生物が縄張りを拡大し始めたことです。原因は大域生物の凶暴化でした。やがてその凶暴化は大域生物以外のモンスターにも見られるようになった。原因は未だに解明できていませんが、その凶暴化はキュリアが噛みついたことで発生したと考えて間違いありません。そして今回メルゼナと遭遇して分かったことがあります。はい、フィオレネ、答えをどうぞ。メルゼナがキュリアを従えモンスターを凶暴化させている、その目的は分からんが、しかしこれでメルゼナの動きと大域生物の異変、そしてキュリアの存在がようやくつながった。ファンネルの協力なくしてここまでたどり着くことはできなかったよ、ありがとう。バハリ、私が知っているメルゼナはキュリアを従えていなかった、記録にも残っていない。そこです、つながりは見えたが残された謎は多い。今回初めてメルゼナが従えてきたキュリアという存在、あいつが一体何なのか、これを解明しなければ討伐できても安心ができません。あ、できない。それでは意味がありません。第1にキュリアの生態解明、第2にメルゼナの討伐、この順序でいく。引き続きファンネル殿とフィオレーネは凶暴化したモンスターの調査に当たってくれ。バハリはキュリアについて解明を急げ。難題ではあるが、お前でなければ成し遂げることはできない。はい、ではでは、かなり話が進みましたね。ご無事で何よりです。ではマスターランク4見てみましょう。はい、ファンネルさん、お帰りなさい。ご無事で何よりです。皆さんがメルゼナに襲われたと聞いたときは私も血の気が引いて、ですがご無事な姿を見てほっとしました。フィオレネも軽傷とのことで一安心です。さて今回の功績によりマスターランク4のクエストが解放されましたよ。おめでとうございます。ちっちゃい、どこ見てんだこいつ。私の位置が悪かったな。それでは早速追加されたクエストをご覧ください。お待ちしておりました。はい。いやー、だいぶ時間かかっちゃった。ごめんなさいね。じゃあマスターランク4見ていきましょう。はい、玉三つね来ました。ディアブロス来ました。リオレウス、将軍ギザミ、リオレイヤー。まだライゼクス来ませんな。私ライゼクスと戦いたいんですが。まあいいさ。じゃあまた次回は。金庫クエストもう出しちゃいますか。この辺はね、もちろん玉三つね、ディアブロス、リオレウスなんかはもちろん普通にモンスターハンターライズの方で戦ってますんで、かもしくは玉三つねをやりますか次回は。まあちょっとその辺考えていきたいと思います。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。